県務の申請は1333年7月4日に現行の乱で鎌倉幕府を打倒した五代醐天皇が7月17日に申請を開始したことにより成立した県務政権の申請策。県務の中高とも表現される。抗議の南北朝時代には含まれるが、抗議の室町時代には含まれない。申請の名は 翌年の元寇四年イコール兼務元年に定められた剣務の元号に由来する。五代醐天皇は鎌倉時代の後部の政治体制、法制度、人材の結合を図ったが、元寇の乱後の混乱を収集しきれず、延元元年、兼務3年10月10日に川内源氏の有力者であった足利高氏との戦いである兼務の乱で敗北したことにより、政権は崩壊した。 門官房広市新海岸、憲本着色後醍五天皇五像、重要文化財、神奈川県藤沢市成城三寺像、鎌倉時代後期には、鎌倉幕府は、北条独創家による失勢体制にあり、内官僚の長崎氏が勢力を持っていた。現行以来の政局不安などにより、諸国では悪党が活動する。幕府は、次第に武士層からの支持を失っていった。 その一方で、朝廷では、大覚寺党と寿命院党が対立しており、相互に行為を交代する、両党鉄律が行われており、文法2年に、大覚寺党の傍流から出た、五代醐天皇が即位して、平安時代の醍醐天皇、村上天皇の知性である演技、天略の地を理想としていた。だが、皇位継承をめぐって、大覚寺党着流派と寿命院党派の双方と、 対立していた、五代醐天皇は、事故の政策を安定して進めかつ、高等の事故への一本化を図るために、両派の排除及び、これを支持する鎌倉幕府の打倒を密かに目指していた。五代醐天皇の倒幕計画は、成中元年の成中の変、元行元年の元行の乱と二度までも発覚する。この過程で、日之助とも、加山のい,い諸方、 北畑竹行といった側近の苦行が命を落とした。現行の乱で、五代五天皇は、囚われて、沖島に配慮され、鎌倉幕府に擁立された、自明院島の黄金天皇が即位した。五代五天皇の倒幕運動に抗応した、河内の楠の木正重や五代五天皇の御子で、天台座すから連続した、森吉親王森吉を支援した、針間の赤松の村らが、 幕府軍に抵抗した。これを報じる形で幕府側の御家人である、上野国の新田吉貞や下野国の足利高氏らが、幕府から朝廷へ寝返り、諸国の反幕府勢力を集める。現行3年、昭教2年に、五代醐天皇は、沖を脱出。法規国で、縄長都市に迎えられ戦場山で、倒幕の兵を挙げる。足利高氏は、 京都で赤松のりむや千草忠明らと六原丹大を滅ぼした後、新田義貞は稲村が先から鎌倉を攻め、北条高時ら北条氏一族を滅ぼして、鎌倉幕府が滅亡した。五大五は赤松氏やくすの氏に迎えられて、京都へ帰還する。五大五天皇は、黄金天皇の即位と象徴の元号を廃し、黄金が署名した詔書や黄金が与えた官位の、 無効を宣言。さらに、関白の高塚佐藤京を解任した。帰京した五代五は、富の小事坂の里帰りに入り、黄金天皇の行為を否定し申請を開始するが、京都では森吉新王と共に、六原攻撃を主導した足利高氏が諸国へ軍勢を催促、上落した武士を治めての京都支配を主導していた。高氏ら足利氏の勢力を警戒した。 森吉親王は奈良の茂山により高氏を建成する動きに出たため、五代醐天皇は妥協作として6月13日に森吉親王を征夷大将軍に任命する。6月15日には給料回復令が発布され、続いて事業没収令、朝敵所領没収令、御飯祭新令などが発布された。これらは、 従来の土地所有権は一旦無効とし新たに土地所有権や訴訟の申請などに関しては天皇の祭壇である臨時を必要とすることとしたものである。ところが土地所有権の認可を申請する者が都に殺到して物理的に裁ききれなくなったため早々7月には諸国平均安令が発せられた。これは朝敵を法上氏一族の身と定め事業の安堵を 諸国の国史に任せたもので、事実、上前れへの撤回であった。8月5日、足利高氏は、後醍醐天皇の意味な、御子地から一時を与えられ、高氏と改め、のち陳呪不将軍に任命された。記録書、恩賞方、9月には、雑草決断書がそれぞれ設置される。関東地方から東北地方にかけて、支配を行き渡らせるため、10月には、 側近の北畠近房、近房の子で、陳寿府将軍、仏守に任命された北畠明家が、森長新王を奉じて、道の区国へ派遣されて、道の区将軍府が成立。12月には、高氏の弟の足利忠義が、五代後醍醐王子の成長新王を奉じて、鎌倉へ派遣され、鎌倉将軍府が成立。現行4年、 県武元年正月には立大使の儀が行われ、常吉新王が皇太子に定められる。また、年号が県務と定められる。著兵と呼ばれる新士兵、貨兵の発行も計画され、3月には、肩婚通報発行証書が発行されているが、肩婚通報の存在は確認されていない。この頃には、心霊により発生した所領問題、訴訟や、 温床請求の殺到、記録者などの新設された機関における権限の衝突などの混乱が起こり始め、申請の問題が早くもろ呈する。5月には、諸国の本家、両家職が廃される。特政令が発布され、自社を支配下に置くための感謝解放令が出される。また、雑訴決断書の訴訟手続法10課条が定められた。将軍職を解任され、兼務政権における、 発言力をも失っていた森吉信王は武力による高氏打倒を考えていたとされ、10月には拘束を受け鎌倉へ入るされる。12月には八将教が新たに任命され、実力を重視し価格の伝統を軽視した人事が行われる。兼務2年5月には代理造営のための作り代理行事書が開設される。 6月、関東申し継ぎを務め、北条氏と縁のあった公家の西恩寺君宗らが、北条高時の弟、安家を閣舞い、自明院党の御伏見法王を報じて、政権転覆を企てる陰謀が発覚する。甲州は、五代醐天皇の暗殺に失敗し中殺されたが、安家は逃れ、各地の北条残党に挙兵を呼びかける。鎌倉幕府の滅亡後も、 旧北条氏の守護国を中心に各地で反乱が起こっており、7月には信濃国で高時の維持である法上時行とその叔父北条安家が挙兵して鎌倉を占領しただよしらが追われる中仙台の乱が起こる。この新政権の危機に直面後、足利高氏は五代五天皇に時行討伐のための聖遺体将軍、総追武士の任命を求めるが、五代五天皇は 要求を退け、成長親王を征夷大将軍に任命した。仕方なく、高氏は直上を得ないまま、北条軍の討伐に向かうが、五代醐天皇は追って、高氏を正当将軍に任じる。自公軍を駆逐した高氏は、五代醐天皇の帰郷命令を拒否してそのまま鎌倉に、京を据えた。8月には、新聖下の世相を封死する二条河原の落書が、現れた。 高氏は、乱の鎮圧に付き従った少子に独自に恩賞を与えたり、関東にあった新田氏の領地を勝手に没収するなど、神聖から離反する。高氏は、天皇から離反しなかった武士のうちでは、最大の軍事力を持っていた、武者諸々氏の新田義貞を、君測の官であると主張し、その討伐を、五代醐天皇に対して要請する。五代醐天皇は、 高氏のこの要請を拒絶し、11月に、吉定に、高氏追悼を命じて出陣させるが、新田軍は、兼務2年12月、箱根、竹の下の戦いで敗北する。兼務3年1月に、足利軍は入京する。五代醐天皇は、比叡山へ逃れるが、欧州から成城した北畠昭家や吉定らが合流していったんは、足利軍を駆逐する。同年、 九州から再び登場した足利軍は、自命院島の黄金条項の院前を得て、5月に港川の戦いにおいて、楠木正成ら宮方を撃破し、黄金条項を報じて入京した。このため申請は2年半でが返した。同月、五醍醐帝は、日泰義佐ら多くの武士や公家を伴い、再び、比叡山に入山して、戦いを続けると、入京した高氏は、 黄金上皇の弟孔明天皇を即位させ、北朝が成立する。9月、後代醐天皇は、巫女の金長親王を、生成大将軍に任じて、九州へ派遣。兵糧もつき、周囲足利方の大軍勢に、包囲されると、10月には、比叡山を降りて足利方と和睦。和睦に反対した吉貞に常よし、御子と洋親王を奉仕させて、 北陸へ下らせると五醍醐帝は、光明天皇に三種の神器を渡し、火山の意に遊兵される。五醍醐帝は12月に、京都を脱出して、吉野へ逃れて、吉野朝廷を成立させると、先に光明天皇に渡した神器は、二席であり、自分が正当な天皇であると宣言する。ここに、吉野朝廷と京都の朝廷が対立する、南北朝時代が到来。 1392年の明徳の和訳による南北朝合いまで約60年間にわたって南北朝の抗争が続いた。神聖の画界後、足利高氏が光明天皇によって征夷大将軍に任じられ室町幕府が開かれた。初期には南北朝時代の戦乱が続き、15世紀以降になると戦国時代となって、 京都周辺以外の実行支配力を失うものの、1573年に、織田信長によって、足利義明が京都から追放されるまで、足利氏の15代にわたる武家政権が続いた。後醍醐天皇が政治理念を標榜した言葉として、梅松論にある、今の例は、昔の真偽なり、真が真偽は、未来の先例たるべしという発言が知られる。 県務政権は陰性を行わず、摂政、関白や聖意大将軍などを設置せずに、ゴ田天皇ら鎌倉時代末期からの政策の方向に沿い、徐々に政治権力の一元化を目指す方向にあった。聖意大将軍については前述のように森吉親王を任命することになったが、摂政、関白は県務の新世紀にはついに任命しなかった。 ただし二条道平と、この絵根忠を内乱に任命した。申請を批判した者として、県務2年8月には申請を封死した二条河原の落書きが書かれる。延元3年、県務5年には、北畠昭家が出陣前に申請の失敗をさめる感想を行い、北畠地下塚の人能政党記や、公家の日記などにも、 神聖への批判や不満を述べる文章があるなど、武家や庶民のみならず、後に、五代醐天皇方について、北朝と対立した、北畑氏のような公家でさえ、神聖を支持していなかったことが示唆される。後に三条金忠は、五代醐院の措置は、物教の沙汰が多く、先例にならないと非難している。もっとも、五代醐天皇が始めたものの中でも先例になった、ものもある。 代表的なものは、区芸領の分割を制限して家徳、く、内気、邸宅などからなる家門と所領である、家領を一括安堵して着難に継承させる方針を打ち出したことである。これは、足利高氏によって、自典の君に建てられた北朝の黄金条項の下でも、引き継がれて、区芸の家渡及び所領を、自典の君あるいは、天皇の安堵を経て着難が単独継承する。 原則が定着することになる。20世紀までは、急進的な悪性という評価が主流だったが、1998年の伊藤清による論文以降、21世紀現在、兼務政権の法制度は、鎌倉時代の制度を、全身的に集大成した法制として、一定の評価がなされつつある。雑訴決断所長によって、訴訟の安定化を図ったり、管理を成功ではなく、 恩賞として与える制度など多くの要素が室町幕府に先例として引き継がれていたことが明らかになっている。足利兄弟の徴用後醍醐天皇によって勲功第一と称された足利高氏とその弟の忠義は神聖でも高い官職につき莫大な恩賞を得た。最も象徴的な報奨として現行三年。 小教2年8月5日に、孔子は、五代醐天皇の意味な、御子土地の一時を賜った。これ以降孔子は、高氏となる。土地の恩賞については、高氏は、伊勢国流、三栗屋以下三十箇所、高氏の弟である忠義も相模国玄関五以下十五箇所を与えられた。守護職については、高氏は、鎌倉時代からの和佐国、三河国を安堵され、 さらに武蔵国に、伊豆国などの守護職を得た。官位としては、現行の乱の翌年までに、正三位に助せられ、陳守不将軍、左兵ただ武蔵守、三位などに部任、部門では全軍指揮官であると同時に、朝廷内部でも、苦行として最高幹部の一人になった。弟の忠義も左馬頭として武士に、最も栄誉ある官位の一つを与えられ、 鎌倉将軍不執権に任じられた。形の上での皇宮だけではなく、高氏は、兼務政権の中枢にも、積極的に参与した。例えば、後醍醐天皇が、鎌倉幕府に勝利した、現行の乱の戦後には、機内での先行認定について直接的に関わり、ちょいたる上には自ら反をしてやり、軍中上については、仲介役として恩賞方に回す役目を担った。 同様の権限は森吉新郎にも与えられたが、主たる任務を果たしたのは、高氏の方だった。さらに、後醍醐天皇が帰京した6月5日から2日内に、高氏は、天皇から、東国や九州といった地方の先行認定勝利を全面的に任され、地方の先行認定者高氏後醍醐という経路で、先行認定報告が行き渡るように設定された。こうして高氏は、 五代醐天皇から信任された恩賞認定を通して地方の守護ら有力者武士団と強固な関係を築いていった。高氏は陳述府将軍となったのは前述したが、これは決してお飾りの地位ではなく、県務政権においては実質の最高軍事責任者だった。東北には道の区将軍府があり、関東には鎌倉将軍府があるため、これらの地域では、 実際に権限を行使する機会がなかったが、九州で、北条氏残党の反乱が発生した時には、陳守府将軍としての権限を発動して、九州の武将を指揮した実例がある。研究士、足利義りの師匠、梅松論に、公家たちが、無鷹氏と吹聴調する描写があることから、かつては高氏が、政治の中枢から排斥されたとする説が主流だった。しかし、その後、 1978年に、網野義彦が、一時資料の臨時と試行上の、研究から、高氏は、人税軍事指揮権を任されていたのではないかと指摘し、伊藤清と森茂赤月らも研究を進めて、網野説を指示した。2002年には、吉原高道が、網野説を発展させて、高氏は、全軍指揮権を持ち、兼務政権の軍事部門の責任者となっていたのでは、 ないかと論述し、他の研究者からも肯定的に紹介されている。吉原によれば、梅松論の高氏なしというのは、実際の状況ではなく、高氏の異例の昇進へ公家たちが抱いた不満を表しているのではないかという。公家官僚、兼務政権の特徴として、変えるべきところは少しずつ変え、変える必要がない部分は変えずに安定性を確保したことが挙げられる。 区下官僚である倉人の人事は、後者の変えなかった部分で、五代醐天皇の父である後宇座天皇の人事をほぼそのまま引き継いだ。区下の高級官僚である情景も、基本的には同様だが、中には敵対派閥である自明院党派、北朝から移籍してくる情景もいた。2014年に杉山岩尾が東京大学資料編纂書編。 顔鏡の南北朝時代編を用いて、臨時の笹具者の顔イコールサインを称号することで、後代醐の文書行政に関わった管理の出身を明らかにした結果、父の後宇田天皇の人材とほぼ共通しており、これによって人材プールの安定化を図っていたことが判明した。具体的には、某門家、一条家、六条家、六条家所流、中院家、 日野家、吉田家、洋室家などが、小宇田天皇の代から引き続き、天武政権及び、南朝の蔵人として活躍した。中でも目覚ましく作業をこなしたのが、吉田光人である。蔵人に加えて、重要な区下官僚が、区行から選ばれる情景で、朝廷の案件ごとに責任を持ち、情景の意見は表情への決定にも大きく、影響した。訴訟。 心情の本来の窓口は、蔵人や弁官だが、実際は大貴族である情景に口利きを依頼する、者もいた。県務政権、南朝で情景に進むルートは4つあり、元から大覚寺党派閥の上級貴族の家系だった、者、県務政権、南朝内で、蔵人や弁官から、現場の叩き上げで昇進した者、自命院党派。 北朝の上級貴族であるが古代後を慕って、移籍してきたもの、北朝内の叩き上げだが、上のポストがすでに満員だったため南朝に移ってきたものなどがいた。研究し、県務政権と南朝の辞任構成の研究が進む。以前は、太平記などに基づき、古代後天皇は、朝廷内部に有力な基盤を有しなかったことも弱点。古代後天皇は、 国家社会全体の掌握に困難をきたしていたとする見解があったが、21世紀現在は上記のように実証的に否定されている。その他、森吉新納は征夷大将軍の職を望み、一時は武任するものの、兼務元年に森吉新納が失脚して鎌倉に遊兵されると将軍職も剥奪される。区家では、吉田貞房、までの工高房、 北畑畠夫傘の、後の三傘と、千草忠明、傍門清忠を徴用、五伏院政の人材も能力に応じて採用した。武家では、楠木正重、名は長年、結城近光。さらに、新言密教の僧である門官や縁官などの、非、公家の人材も、積極的に登用する人事だった。市沢明によれば、こうした価格に反する人事は、 寿命院闘の御不死身陰でも行われており、後代後の個性よりも両党鉄律期から続く時点の君への権力集中に起因しているという、管轄非効率的な御家人性を撤廃し、地方の武士守護相対象という命令系統に再編した。御家人性の撤廃前代鎌倉幕府では、武士は特権階級である御家人と非御家人に分けられていた。その一方で、 御家人の中でも法上独創家を頂点とする事実上の身分格差が生じていたのに建前としては御家人は将軍の前で皆平等というものだったため制度と実態で様々な歪みが生まれていたこうした矛盾を解消するため後醍醐天皇は御家人制度とそれに付随する非効率的な御家人役システムを撤廃し公益、軍益負荷をより効率的 現実的なものに再編した。また、五醍醐としては、天皇家から見れば、売身に過ぎなかった、五家人を、直身に、格上げすることで、この上ない栄誉を与えたのだという認識を持っていた。果たして五大後から旧五家人層への行為が、当人たちにどれだけ伝わったのかは不明だが、いずれにせよ、撤廃政策そのものは、社会の実態に即死にかなった政策だった。 その後、二度と鎌倉幕府的な御家人制が復活することはなく、一方で、県務政権が新たに構築した、公益、軍益付加システムは、後進の室町幕府に影響を与えた。研究史、太平記で悪意ある描写がなされているためか、戦後初期の研究では、佐藤新一らによって、五代醐天皇は、武士から特権を剥奪するために、先制君主的に、 御家人制を撤廃し、そのために、旧御家人であった中上級の武士層から反感を抱かれたのだと説明されていた。しかし、2008年に、吉田賢治が、結城金一氏所蔵結城家文書の、五代醐天皇こと書きの文に、五代醐天皇の考えが現れていることを指摘し、少なくとも、五代醐の側では武士を思いやっての善意の承知だった、ことが判明した。 遠慮寺軍事力との提携中世最大の自社勢力は、県境の鹿大事と密教の三門神言で、県四鹿大事は総兵による軍事力に支えられていた。中でも兄弟だったのが、比叡山遠慮寺で、鹿大事と三角信言に両方に数えられている。当時の遠慮寺の中核となったのが三門関だが、五代醐天皇はそれらの長王とすべて親族で固めさせ、 武士より出でを取るとはいえ、無視できぬ軍事力を手にした。現行の乱では、現属した森吉新王が自社勢力を率い、正重の千早城の戦いへのご詰めとして活躍し、鎌倉幕府打倒に貢献した。剣務の乱でも、第二次京都合戦に敗れた後代後と新田義貞は、比叡山に籠城し、最終的に大江の戦いで敗北して降伏したとはいえ、 二ヶ月間も足利軍の攻撃に耐えている。また、古代後は三角信言の一つ当時にも一定の影響力を有した。鎌倉時代末期の社会不安により、異性者の間で特性つまり古代の聖人、賢者に学んで特に従った改革を行うという思想が普及し、その過程で儒学の新解釈である総学と孟子が朝廷に普及した。 最も積極的だったのが、自明院党の花園天皇で、和人親王に宛てた、海大諸書では、疫性革命の思想を解き、たとえ天皇といえども、弁学と人生をおろそかにしては位を失う、可能性があると訓戒している。一方、五代五天皇側でも、後の三夫婦、吉田貞夫婦、までの孔子高夫婦、北畠近夫婦ら側近たちが率先して、総額と、 申しを学び、彼らの文章には申しの引用が見られる。こうした、区下特性の思想は、朝廷では、訴訟制度の改良という方向で形を成すことが多く、県務政権が様々な面で、訴訟制度を整備したのも、この延長として捉えることができる。祭人を取り立てるという受学思想に基づき、貞田の弟吉田冬方や、中流貴族日野家のさらに防流である、 日の都市記を総学研究の頭として抜擢した9月6日上。学問編長の傾向は、平忠次など風流好みの苦行からは批判された。一方で、区下としてはそこまで身分が高くない日の都市記を取り立てた。事件は敵の寿命院党のリーダーである花園天皇からすらも、県才が立身出世できるなら良いことだと称賛された。五代醐天皇は、 全風においても、全と総額の一致を試みた、総長全を好み、そのため、周法明朝や無双祖籍といった、日本の前輪の基礎を築いた禅僧を取り立てたのも、古代後の総額需要上の功績の一つである。この時代の総額流星の影響は、つれ連れ草や、太平記、レンガを体性した二条、吉本の家論といった文芸にも影響を見ることが、できる。研究史。 1965年に佐藤真一が後代醐天皇は総額をモデルとした皇帝独裁政治を企み、鎌倉幕府を滅ぼしたという説を発表し、後には森茂暁もこの説に沿って解説をすると、この独裁君主論は長らく通説として支配的だった。しかし、日大一郎が指摘するように、総額そのものに君主独裁に直接的に結びつく内容は、 存在しない。小川武雄も難関な哲学体系である総学と当幕運動を結びつけるのは飛躍がありすぎるとしている。総学の一つである趣旨学が曲解されて上下の身分秩序を重んじる名文論に発展したのは多くは山崎安西ら江戸時代の学者の産物である。また、佐藤は総学を勉強するうちに奏の独裁性を学んだのだと主張するが、 資料的根拠がない上に、そもそも総額は、総の国学ではなく、総学が中華王朝を支える学問になったのは、五大五天皇が1339年に崩御、してから30年近く経ってから成立した明の代からである。思想だけではなく、法制の側からも、1990年代からの研究の進展により、五大五天皇は、鎌倉時代末からの流れに沿って、 中央集権化を徐々に進める傾向ではあったものの、独裁性と名付けられるほど特徴的なものではなかったことが示されている。県務の申請は複雑化した土地訴訟事案への対応ができなかったことで混乱した。その様子は二条河原の落書きにも記されている。六原攻略に功を立てた赤松則村は逆にハリマの守護職を没収されているなど、 倒幕の功に対する恩賞が不公平であった。さらに、地方の実情や慣例を無視して恩賞が当てが割れた、ため、一つの土地に何人もの領主が現れて混乱し、恩賞の裁定をやり直さなくてはならないことも、しばしばであった。このため、人間汗のご年といわれる天皇の無病性が揺らぎ、朝廷の権威が低下した。公家、武家の別や、能力の有無に関わりなく、 人材を投与したため、行政は混乱を極めた。地方においても、形外化していた、律令制の官の復権である国主と、鎌倉幕府以来の武家による、統治機構である、守護、地頭の並立は、当初から申請の矛盾を示すものであった。また、大代理の造営のための20分の1税などの、申税や兵、進化平中増。 新紙幣発行などの唐突な経済政策は、倒幕戦争直後の疲弊した経済の混乱に拍車をかけた。兼務の申請の最大の特徴の一つが、兼務という言語の名前の付け方そのものである。これは、中国の五官の創始者で、中国最高の名君の一人とされる、孔武帝が、王位大井三達者王網を倒した時に創始した言語の兼務に習ったものである。 実説にあった刑事であることから、公家、武家、学識者、仏教勢力からは非常に評判が良かった。しかし、県務の乱の最中に、官席の古事に詳しくない民衆から不吉と批判された。ため、わずか3年目に、延元に改元することになってしまった。一方、古代醐天皇を崇拝し、県務政権の後継者を辞任する足利高氏によって、 北朝の側ではその後も継続されることになった。以下、詳細を述べる。改元部類によれば、現行4年、新しい言語を決めるために、5人の学者が集められ、五代醐天皇は、出典元の文の良し悪しは問わない。中国の王朝の古事に習って、今の時代を体現するような字という条件で、言語の候補を出すように求めた。学者たちは、以下の言語の候補を出した。 剣という字も、武という字も5人中3人の学者から支持されていて、人気の上に、剣武という組み合わせは2人から上がっていて、古代五天皇自身の意見とは別に、課題抽出の段階ですでに有力候補だったことが見て取れる。そもそも、武という字の成り立ちは、当時の解釈では、春秋差し伝に、顔やむとあり、天下平定を表す工事だった。以上の中から、剣武。 大竹、武功の三つが、天長の例として、最終候補に選ばれ、菅原在圧氏と菅原有重の二人の文章博士から創上された。1月28日、右大臣の小賀野長道らが三代して会議が始められ、議論は29日まで続き、結局は、元々の最有力候補だった、兼務に決まった。中国の古事を踏まえた言語は、 仏教勢力からも評判が良く、勇徳山古国寺は、古代五天皇が、昔の中国の名君の言語を採用したことについて、一点、ひとしつるの化け、和漢総寺、崇拝容器の藩、古今行動と褒め称えた。公家たちは、剣務の年号に愛着があったらしく、剣務の乱の最中に、改元の議題が持ち上がった時は、こぞって反対した様子が、中野院通冬の、 中野院一品期、兼務3年29日上に記録されている。まず甲倉光守が不満を述べて、今度の改元は不審だ。兼務が不吉などとは何事だろうか。確かに京都が京都に乱入しはしたが、すぐに敗北して逃げていってしまっただろう。そもそも五感の光、武帝の兼務の時には、2、3年の間は戦乱が続いたが、 それでも31年の間は元号を改めなかったではないかと指摘した。平忠次も初めて会元の指示があった時に、後醍醐に対し、兼務の号をつけるときに、私は近いうちに戦乱が起こるだろうと申し上げました。今改めるのは矛盾ではありませんかと還元したことを述べた。そこへ、右大臣の当院サネヨが発言して、庶民が会元を噂している。 今回の改元の儀は、すべて再び民進を改めるためだけのものである。天下が兼務を受け入れないのだから、仕方がないと、自分も、兼務のままが良いと思っているが、民衆の側に不満がある以上、民の意見を尊重するべきだと述べた。こうして、兼務という言語は、兼務政権、南朝の側では3年目、わずか2年間の使用で終わった。一方、形の上では敵である。 足利高氏は、心では、五代五天皇を崇拝しており、剣務の元号を5年目まで使い続けた。判断者が、消極的理由から、同じ言語を使い続けることは珍しいことではないが、高氏の場合は、巧明天皇を擁立して、元号を変える権力を握った時点でも、改元せずに、元号継続を決定しており、積極的に、剣務を肯定していた。この理由について、 亀田利和は、高氏は自らを、県務政権の正当な後継者であるとアピールしたかったのではないか、と推測している。事実、室町幕府の基本法、県務指目では、目標とする理想の時代として、吉時、大事不死の行情と、演技、転略の特化が挙げられており、後者は、県務政権のスローガンと全く同じである。また、スローガンだけではなく、 思考上の発行など内容の面でも五代醐天皇の政策を受け継いだ。建武政権の時代にある程度の混乱があったことは事実だが、それ以上に軍記物語であるルフボン、太平記の創作によって誇張して伝わっている部分がある。ありがとうございます。